月8日、今日土曜日ですね。もうすぐ高山祭りが始まるんですけど、高山祭りになるとなかなか混んだりホテルが取れなかったりとかありえるので、それを避けて山本健三弟子の会の方々と、ツアーを今日4日目ということで最終日、ちょっと私の都合で午前中にもう帰らなきゃいけないんですけど、で今ホテルなんですけど、まあ、ビジネスホテルだったら、もう高級と言いますよね、高山駅の真横にあります東急ステイの、温泉付きのですねホテルです。まあ、昨日はね個室浴場にも入りました。この個室浴場が陶器のお風呂でね、私の好みの浴槽で、よかったですね。湯上がりの後にね、湯冷めしないでいつまでもポカポカするというのは温泉特徴ですね。今足湯をしながら、今収録中ですけど、朝の7時を回ったところですかね。これから飛騨天孫降臨ツアーの4日目と最終日ということで、博物館の方に行く予定ですと。連日ですね、日中は長距離、私は後部座席で今回運転することがなくてですね、非常に快適で、雨の音を聞きながらですね、飛騨の山々を、見ながら、とてもアンビエントな自然をですね、堪能できるようなドライブです。本当はね、自然を堪能するために歩いた方がいいでしょう。そしてですね、神社がパワースポットと言いますけど、確かに、いい場にありますが、祈願するというのはね、本当は神社では正しくない行為というふうに、私は子供の頃から教わってましたし、今回のメンバー全員そのように言ってました。あくまでも神社というのは感謝を捧げれば、そして契りを立てればというふうに聞きました。まあ、祈願というのはね、自由に合わせたんでしょうね。人間の欲得というのは際限がなくて、物欲でもお金でもね、何か手に入れるともっともっともっとというふうになってくるわけです。それが発展だという人がいますが、それがですね、悪いふうに作用することも当然あるわけです。はい、樽を知るということですね。ですから私は、そういった面では育ちは良かった。神社に行った時は感謝を捧げると、お願いなどしてはダメだということは、教わってはいきました。はい、ですからパワースポットというよりもですね、祈りを捧げるという場ですね。はい、感謝という祈りです。ありがとうございますという祈りを捧げる朝から説教が欲しいですね。石場はどこですか？石場奥の方です。はい、ちょっとじゃあとりあえず、全体的な簡単なこの館内の説明だけさせていただきます。はい、ここは考古民族資料館と考古館となっています。で、飛騨宮川考古民族館というふうになっております。で、今ここにいらっしゃるところが民族資料の館で、こっちの方先に作りました。宮川村って時代に、昭和40年50年代からどん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 民族資料がなくなっていく時代に、何とか残そうということで集めたものです。で、この黄色い、札のついてる方が国指定の、民族資料になっております。で、青いのは国指定ではないんですが、でもこの国指定だけでも2800点全部であります。
でここに展示したのはごく一部でして、代表的なものをここに展示してあります。同じようなものが資料館の倉庫の方にダーッとあるんですけども、うん、倉庫の方は見れないんですか。ちょっとそちらの方は公開してないんですね、うん、ほぼ同じようなものが数多くあると、うん、積雪期の生活用具ということで指定されておりまして、雪よけの上の方にありますけど、私なのでバンバと呼んでるようなものも、まあ、ものすごく同じものなんだけど微妙に違うものがダーッとあるって感じで、中身としては大体こんな感じです。で、ただ面白いのは国指定でなくっても積雪付きの生活用具っていうことなので、それ以外のものは国指定になってないものがあります。例えばこれ漁労用具、国指定ではないんですが、かつてダムができる前はここのとこ大きな鮭とかが登ってきて、魚を取っていた、まあ、例えばこんな大きな道具を使ってサクラマスとか取ってたということですから、まあ、かなり大物が登ってきてたというね、今の感覚の中ではあれですけども、まあ、そんなところもありますので、また見ていただけたらと思います。で、ちょっとこの2階の方は主に宮川村という時代に作りましたので、日田市宮川町の歴史文化を紹介するようなものがあります、まあ、それ以外のものももちろんあるんですけどもね。からあそこにちょっとなんとなく通路っぽいのが見えるかもしれませんが、奥が縄文の資料が中心になった考古の資料館になっております。まあ、考古の方を見たいということで、石碑とかもそれぞれなりに工夫して、展示をしてありますので、これも楽しめるというふうに思います。ここの資料館の一番の特徴は石棒ですか。考古の方で言いますと、まあ、石棒ですが、まあ、有名ですけども、はい、まあ、つまりこのところ地域で、うん、石棒がたくさん作られて、うん、よその方へ行っていたと、うん、富山の方、北陸の方だとか、うん、こちらの方と下呂の方へ行ってたと、うんうん、いうようなことも示すものがあります。あ、証明されてるわけですね、はい、うん、逆に富山の方の翡翠なんかがこちらの方の縄文の遺跡なんかでも見つかっていた、うんうん、まあ、そういうものも分かる資料が展示してありますし、まあ、石棒がどんなふうに作られていったのかという過程も分かるような展示になっておりますので、まあ、ぜひそこら辺もご覧になってください。あ、じゃあこの辺は縄文時代の遺跡が多数出るという地域ですか。そうですね、だからある面では、うん、かつてはもう大繁栄をしていた、大繁栄を縄文文化が、縄文文化が、うんうん、いうふうに私はよく紹介してるんですよ。今でこそ、うん、太平洋側の方が、うんうん、栄えていますけども、うん、かつてはこの日本海側の、うん、まあ、川あり山あり、うん、谷ありという中で、うん、縄文人の生活にとっては、うん、生活しやすいところだ、まあ、東北なんかもそうなんですけどね、うんうん、まあ、よく縄文時代は東北地方が 一番の人口密集地だったんだっていうような紹介をされてますけど、ここら辺もたくさんの縄文遺跡が残っていて、場所によってはですね、今以上に家の数があったというようなところも、ということはですね、僕よくわからないんですけれども、はい、縄文時代当時は気温が高くて、で雪も今みたいに積雪がなくて非常に食料も豊富で人々が住みやすい環境にあったということですね。だんだん温暖化の傾向になってきて、ブナとかの森ができるようになって、まあ、山のものも取れるようになったと、うんうん、まあ、川のものもあるという中で、山のものあり川のものあり、うん、まあ、そういう恵みを得られやすいと、あ、まあ、雪はそれなりにあったとは思いますけどね、うんうん、今、全然雪がなかったという時代ではないと思いますけども、まあ、そういうところを工夫して乗り越えながら、まあ、やってきたと。で、道の前遺跡なんてところがあるんですが、そこは今野首という、長島さんご存じだと思いますが、数軒しか家がないところですが、そこも何代にわたってっていうか、何層にも縄文の遺跡があって、一番多い時は17個の縄文の住居跡が見つかっていたり、複数の牢がある縄文の遺跡も見つかっています。複数の牢があったということは集団で生活をしていて、まあ、そこの
まあ、いや公民館とか公共の施設的なものもあったというふうに考えることができると思いますが、うん、その辺のところもずっと、うん、見ることができますし、うん、あと縄文といっても長いですから長いのね、はい、1万年ぐらいありますからね、はいはい、その時代を、うん、時代を追ってこう見ていけるような展示もありますので、うんうん、その辺もゆっくり見ていただいたらというふうに思います、うん、先生はこの地元のご出身なんですか？そうです、そうです、はい、あ宮川村のご出身、はい、学校の先生をされてたんです。ああ、そうですか。今は山のガイドをしております。そうですか。平野森ガイド協会というところの会長をいただいて。じゃあもう先生はそのもう縄文時代から代々続く地元の方なんですね。そうそうそう、すいませんけども、まあ、少なくとも室町時代からはこの宮川のところで百姓をしていたという、まあ、そういうことが残っておりますけどもね。何代目ですか？何代目かもうわからないですね。縄文時代からだよ。侍とかそんなんじゃないね。大体そこの地元の百姓ですから、まあ、自前百姓ではあったようですけども、でも本当に全然わからない。そういうもの残ってないんでわからないんですが、まあ、縄文時代に発掘された掛け仏という仏様が、我が家で預かってずっとお祭りし、縄文時代に発見された、ね、室町時期です。ごめんなさい、室町時期の。掛け仏という仏様が私 の、 ところに代々伝わってきておりますので、まあ、その頃から、まあ、ここの地で暮らしていたんだろうとは思いますけどもね。岩佐先生すごいですね、掛け。そんなことない。いや、もうこれをパッと見ただけでいかにこう豊かな歴史がこの地域にあったかっていうことがパッと分かりました。はいはい、面白いのちょっとついでにあれですか、あそこに漢字記というのがありますけども、ちょっと見方を考えていただくといいと思うんですが、大きな大きな感じ、ものすごい豪雪地帯ですので、はい、下の方にある小さいのが、まあ、ごく普通の感じですよね、はい、ちょっと見てみましょう、はい、出たのです、はい、ちなみに、だいたい冬はどのくらいここの辺は雪が積もるんですか？このまま1メーター50とか2メーターとか2メーター降ることもあります。でこれがまあ普通の私たちが生活の中で使っていた、我が家にもあって、今も私も使っている感じですね。でもこのこんな風にして大雪、一晩で胸のとこまで積もるような時もありますので、そういう時はこういう大きな寒じきに寒じきをくっつけるような形でやってた。これも雪との戦いですね。ただそのなんて言いますかね、今は冬になったら除雪、雪を避けて暮らすという、で道を作って暮らすという、まあ、生活ですけど、かっては雪踏みという、雪を踏んで道路を作ってその中で暮らしていくと。岩瀬先生の子供の頃はやっぱりまだ除雪が、まだ除雪も少しありましたけど、雪踏みで例えば学校へ行くのに、私は汽車通学で中学校行きましたので、そこまでは雪を踏んで親たちが踏んでくれていて、そこを歩いていくというような、道作って、はい、そんな私たちの一世代前だともう完全にそういう世界ですけどね、そんなふうにちょっと見方を変えてみていただくと面白いかなというふうに思います。そっちが高校の、これをメインに我々は来たんですよ、はい、ぜひ先生に教えていただきたい、簡単に、はい、